トゥーみなさんこんにちは親父です 冒頭でもお伝えしましたけれども、広島県の竹原市を走ってるじゃないな。広島県竹原市の国道2号線でトラックは道路から落下する事故がありましたと。でトラック トラックが道路から落下する事故とありますけれども、このニュース記事もね、なんか書き方が変だなと思っております。でね、まあ原因としてはですね、あの、乗用車が国道2号線を逆走してきたと。で、その逆走してきた乗用車と接触した大型トラックが、道路、道路の ま、道路外に落下するという事故です。はい。で、このトラックは別のトラックとも接触したと言ったところでね、いや、乗用車が、乗用車がトラックと衝突した後にまた他のトラックと衝突したのかな。ちょっとその辺がね、 わかりませんでしたけれども。あ、そうですね。警察によりますと、落下したトラックは乗用車と衝突し、その後後続のトラックとぶつかったということです。でトラックが乗用車と後続のトラックにもぶつかったといったところですね。はい。で、 そもそもその事故の原因としては、この車を運転していた男性60代ですけれども、この方がどうやら逆走していたと。で、そんなね、あのー、国道2号線をですよ、あのー、片側2車線ですよ、ここの道路はそれを。それをですね、逆走してきたと。 でどっちの車線を走っていたか分かりませんけれどもね、このトラックは左を走,走っていてで、前から来て正面衝突になれそうで、と、まあ、っさによくたのかどうか分かりませんけれどもね、お,おそらくね大、大きくハンドルを切って、あのまあ、道路下に落下したんじゃないのかなと。 思いますけれどもね。これまともに、あの、衝突していればね、この、乗用車の男性もね、死んでますよ。はい。で、ここの道路はですね、片側2車線の、まあ、山間部にあるんですけれどもね。で、この辺はね、まあ、比較的、交通量はね、落ち着くというかあ、あの、まあ、 信号はね、ないので、信号と信号の間がね、かなり離れているので、まあ、そんなに、あの、車も団子状態になっていくような道路ではないのでね。で、かなりね、ここ、下り坂なんですよね。で、結構ね、スピードは出ます。でも最近はですね、もう、ほとんどの、 トラックというのは制限速度内で、ね、デ,ジデジタルで管理されているんで、ね、そうすスピードを出せるようなところじゃありませんけれども、まあ、それにしても、ここの道路はです、ね、私が長距離自体、もう30年以上も前ですけれども、私も、ね、ここの道路、全く同じ場所だったと思います。 あの、逆走の車に会ったことがあります。で、その時ね、私、左側をね、2車線の左側を走っていたんですよ。そうしたらですね、前の方から乗用車が右、右の車線ですよね、追い越し車線の方を向こうから逆走してきたと。で、私は左を走っている。で、向こうも、まあ、追い越し車線の方を来たから、まあ、 正面衝突にはならなかったと。で、その後、その後、その乗車がね、どうなったかわかりませんけれどもね。ほんとね、その時ね、私、もうびっくりしましたね。はい。足が震えましたよ。でね、ここはね、そんな前からもう、逆走。ということがね、あったんですよね。で、 まあその、周りにですね、あの、畑だとか、田んぼもあるようなところなんですよね。で、民家もあるしね。で、その辺の住民の方なら、おそらく逆走はしないんじゃないのかなと。で、まあその、よその地区から、よその地区から、 来た人が、その、まあ、道を間違って、まあ、目の前が国道2号線だから、まあ、そこの、まあ、見るからに、もう2、2車線ですよね。2, 2車線で、そこの道を、まあ、右方向に行けば、広島市内。あるいは、東、広島市内に行けるので、 そこの、本当一方通行の上り線をですね、逆に右の方に入っていってしまったと。いわゆる逆走してしまったと。いったようなことはないのかなと思いますけれども。おそらくね、あの、一方通行、あるいは右折禁止だとか、こっち方面に行っちゃダメだよ、みたいな。 看板もね、あるはずなんですけれども、まあ、それを見落としたか、あるいは、道路標識が見えやすいような、わかりやすいような標識にしてなかったのか、どうかわかりませんけれども、その人もね、怖いですよ。はいで。逆走で一番厄介なのは、その逆走している本人も、もう自分は正しいと思い込んで、 突っ込んできますからね、これが一番厄介です。はい。で、あちこちね、高速道路でも、その、逆走して、よく死亡事故とかがありますけれども、まあ、今回、あの、骨折、骨折だけで、命には別状、別状、ないような感じで、まあ、 それはそれで良かったのかなという感じはしますけれども、それすもね、こ怖いですよ、本当に。はいまあ、そういったところでねあのそ、そういったね、道路を走るときには、なんか怖いですよね。本当は、何があるかわからないと、そうそう思い出しました。 そこの道路ですね、あの、私昔走ってた時に、まあ逆走とは違うんですけれども、道路の真ん中に、あの、なんというか、あの、よく道路工事などで、あの、看板下げてるじゃないですか、通行止めみたいな、そういったね、あの、道路工事中みたいな、あの看板がね、 道路の、道路の真ん中、ちょうどね、その、うん、真ん中あたりに、ポツンとね、置いてあったことがあります。私、それをね、もろに、あの、バーンとぶつかりまして、まあ避け、避けられなかったですね。カーブの途中であったんで、で、お、おそらくね、多分、まあ、誰かが、いたずらで、置いていったんじゃないのかなと。 で私ね、すぐ、まあ、左側にですね、広いとこがあったので、そこで止めてね、あの、バンパー見ましたよ。<laughs> バンパーがこれへこんだんじゃないのかなと、あの、昔のグレートですけどもね、ザ、グレートのバンパーがですね、あの、まあ、くしゃくしゃになったのかなと、見てたところ、まあ、運よく、運よく硬いところに当たったんでしょうね。 まあそんな、あのー、なんか <laughs>、へこんだりはね、しなかったですよ。まあたまたまだったのかどうかわかりませんけれどもね、そんなことも思い出しましたね。はい。まあ、いずれにせよあの、まあ死亡事故ってなくて良かったなと思っております。はい。まあほ あの、本当ね、道路って何がね、何があるかわからないので、いつも、いつもですよ、あの、なんていうかね、予防運転というかね、それも大事なんじゃないのかなと思っておりますけれども、まあ、それにしてもね、避けられない事故もね、ありますよ、本当はい。まあ、あの、明日は我が身として、 気をつけたいなと思っております。はい。それでは本日の動画は以上になります。ありがとうございました。この後も皆さんご安全にいってらっしゃい。